アムメンはアメリカ海軍の駆逐艦。ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はダニエル・アムメン少将にちなむ。アムメンは1910年3月29日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1910年9月20日にエセアン c リュースによって命名浸水し、1911年5月23日にペンシルベニア州フィラデルフィアで 艦長ロイド・ W ・タウンゼント注意の指揮下収益する。収益後アムメンは大西洋艦隊に配属され、水雷小艦隊と共に東海岸沿いに活動した。1914年にヨーロッパで第一次世界大戦が勃発するとアムメンは中立パトロール及び護衛任務を東海岸沿いに行う。1917年4月にアメリカ合衆国が参戦。 アムメンはバハマに向かい、偵察任務に就く。帰国後は5月6日に、フィラデルフィア海軍造船所に入居し、海外任務のための改装を行う。アムメンは、駆逐艦隊第9分艦隊に配属され、6月18日に、フランスのサンナゼールに向けて出港した。船団は7月2日にサンナゼールに到着。アムメンはそこから、アイルランドのクイーンズタウンに向かい、同地で、 アメリカ海軍部隊に合流した。アムメンはアイルランドとフランス間の戦団護衛任務、アイルランド沖での対戦紹介任務に従事した。1919年1月に帰国、メキシコ湾を巡航し、1919年12月11日にフィラデルフィアで退役した。1920年7月17日に DD-35 に指定され、その後も フィラデルフィアで保管されたが、1924年4月28日に沿岸警備隊に移管される。沿岸警備隊では CG-8 に指定された。アムメンは沿岸警備隊の密造手取締部隊、ラムパトロールの一席として任務に従事した。1931年5月22日にアムメンは海軍に返還され、予備役のまま保管された。 その後、監守番号は再び DD-35 に変更された。アムメンは1934年7月5日に除籍され、ブルックリンのマイケル不倫者に売却された。ありがとうございます。